グレース・キュナードはアメリカ合衆国の女優、脚本家、映画監督、映画プロデューサーである。出生名はハリエット・ミルドレッド・ジェイフリーズ。結婚後の本名はグレース・キュナード・シャノンとなった。シリアルフィルムに多く出演し、ザ・シリアル・クイーンの異名を持つ。日本ではグレース・キューナードとも表記される。オハイオ州、コロンバスに生まれる。 一歳下の妹は後に女優となったミナキュナードである。ハイティーンの頃には舞台で活動を開始し、1910年にはバイオグラフカンパニー制作、D.W. グリフィス監督、フランシス・ J. グランドン主演の短編映画ザ・リュークズ・プランに出演したのが映画界での最初の記録である。1912年にはカリフォルニア州ロサンゼルス市のエレンデールのバイソンスタジオに入社。 同年、トーマス・エイチ・インス監督、フランシス・フォード主演のザインディアン・マザカーに出演する。自作 A ・ソルジャーズ・オーナーでは、脚本を書き、フランシス・フォードの相手役として出演、フォード・キュナードのコンビが始まる。1913年には、バイソン・スタジオは、ユニバーサル・フィルム・マニファクチャー・リング・カンパニーに、経営統合され、量産されるフォード・キュナードの短編映画、シリアル映画は、 ユニバーサルが配給を行うようになる。同年、ザ・ブラック・マスクスを、フランシス・フォードと共同で脚本を執筆、共同で監督、コンビで主演して監督業にも進出する。フォード・キュナードコンビの中でも、1915年に制作、公開されたシリアル映画、名ンは、日本でも公開され、爆発的なヒットとなった。 1917年には、フォードの弟で俳優のジャック・フォードの監督デビュー作、台風に、フランシス・フォードと共に脚本を提供する。その頃には、フォード・キュナードの短編映画量産の時代は、収束迎え、1918年には、ユニバーサル語会社、ブルーバード映画製作、ジョセフ・ド・グラス監督の、ルイコンに、主演、同作は日本でも公開された。1920年、 ユニバーサルを離れ、ショープロダクションで主演、監督作を手掛けるが、翌1921年のハーウエスタン・アドベンチャーを持って監督業から撤退する。最初の夫、ジョー・ムーアと1925年までに離婚、俳優のジャック・シャノンと結婚する。ムーアは、その翌年1926年8月22日に、満31歳で死去している。同年、 ユニバーサル・ピクチャーズに戻り、その後、トーキー時代には完全な欧米屋女優として過ごすことになる。1928年に、ジョゼフ・レビガードの監督作に提供したオリジナルシナリオが最後の脚本作品となる。1944年から1945年にかけて、リパブリック・ピクチャーズに移籍するが、早くである。第二次世界大戦後、 万53歳を迎える1946年には、女優業も引退。夫のシャノンも1948年以降、1956年までは、出演作が見当たらない。1967年1月19日、カリフォルニア州ロサンゼルス市、ウッドランドヒルズでガンのため死去した。夫、シャノンの手によって埋葬され、同市内チャッツワースにあるオークランド記念公園墓地に眠る。 ヘルズ・クレーター・ザ・ガン・ランナーズ特筆以外はすべて出演作である。トレーディングカードの写真フォートップらしに掲載された写真。ありがとうございます。